疲れ様です。お疲れ様です。まあ、憤りだね。まあ、大概憤りだね。そうですね。ちょっともう、はい。納得できん。いや、私もマジで納得できないです。ね、ほんまに。ちょっとこれ説明してくれる？はい。以前、飛んだ職人がおるって話を、YouTube 3回にわたって説明したと思うんですけど、はい、で、法律事務所からなんか、その債務整理のお知らせが来たって話もしたと思うんですけど、はい、で、まあ、お父さんが返済全部したんで、はい、債務整理の書類正直無視してたんですよ。別にもう解決してるから、別にもう借りてる、貸してる金ないんで、ああそうそう解決したから、はい、そう、無視しても来るから電話したんですよ、アディで法律事務所に、はい、で、まあ、それで弁護士さんと話したんですけど、はい、なんか彼が債務整理 の、 その依頼を出したのが12月17日なんですよ、はいはいはい、で12月17日 この債務整理のあれを出しちゃったらもう家族と接触したり、はい、その借金返せって言って取り立て行為っていうのはダメみたいで、はい、だから12月17日より後に彼から返してもらったお金を全部返してほしいっていうふうに言われたんですよ。返してほしいんですか？はい。で、それが、まあ、12万なんですけども、12万円は前の給料もから引いとんだわ。12万円給料を借金返済に充当したって、うん、そうそう。で、その前の月もあるもんね。その前の月もあります。その前の月もあるから、その前の月の給料袋と、そうそうそう、その前の給料袋が18万3千2百何十何円っていうのがあって、はいはい、まあ、それは引いたと。12月15日給料分はね、はい、で残りが17万いくらを、はい、まあ、あったわけよ、はい、うん、でその17万何本を、まあ、親が返しに来てくれたわけ、はい、で本当はね、まあいいんだよ、17万円払わせてもらえば、はい、お父さんも払うことだから、はい、まあじゃあ息子の不手際だから、はい、私が払いますっていいお父さんだよな、はい、でまあいいっすよって12万、まあ、ぶっちゃけ残っとるし、はい、うん、なので、まあ、まああと5万何本だけ払ってくれいいですよって払ってもらったんだけど、そうです、はい、でこれはもう法律上あなたたちがこの、まあ、もちろん、まあ、そうなんだ、法律上はもう12万取っちゃダメなんだわ、はい、給料は払って返しまわなきゃいけない。うーん、多分ここにあいつがおって12万円渡したって、はい、でお前それ返済してくれなっていうのはいいんだけど、はい、これはもう債務整理かかってるから、その後のことは行為はもう無視してくださいと、はい、だからこれ弁護士にも言ったけど、あの、まあ、俺うちは顧問がおるもんで顧問弁護士に今相談してこうだと、はい、もちろん俺も労務士もおるし、まあ、俺もそれは認識分かってる、あの主者の皆さんもアンチもおるもんで、はい、あれだけど、はい、給料払わなあかんわって、まあ、分かるよ、その分かるけど、はい、俺も善意で金貸しとんのに、はい、うん、俺もいきなり通知来て辞めるの一言もなしで、はい、こうやって聞いて、はい、で俺債務整理はどうなこうなんだで金返せと、はい、もう俺はもう払うとしょうがないよね、はい、うん、でまあでも払う、もう払うしかないんだわ。あ、でも そこじゃなかったんですよ、この、うん、その法律的にその勝手に給料を手渡さずに充当したっていう話ではなくて、なんか俺は一つ本当にじゃあ12万円じゃ仕事もうちの仕事じゃないわけ、知り合いに頼んで、はい、どうしてもこいつ仕事ないもんで、はい、使ってくれるなら使ってって、ほんで現場ね、はい、その代わり絶対一緒に行かないよって、はい、だったらまあなんとかしますって言って、まあ、ありがたいことなんでって言うんで、その子もご飯も毎日のように連れてって、はい、一緒に家泊めてお酒まで飲ましてあげて、でその人たちも裏切って、だから俺その子からもう1円ももらってないんだもん、はい、で本当はまあじゃあそいつに、まあ、例えば給料が1万2000円だったら、うん、1万2000円そのまま払ってくれいいよって、うん、でその1万2000円もらえるわけじゃん俺は、はいはい、その子からもらえる、法律上もらえるわね、はい、一応は応援で言ってたからね、はい、仕事をもらえる、一応あいつは社員がここに席があるから、はい、俺が給料払わなあかんから、はい、だけどここのやり取りはもうあいつもおったわけよ、はい、クソ野郎も、うん、でそのさ、ね、親方とみんなやってみんなここがいいって言ってるでもまあちゃんと頑張っていかなあかんぞって、
まあ、うちは申し訳ないけどこの状況ではもう使えないからって、だけど親方が一緒に行ってくれるならきちっと真面目にはやるからって仕事はね、はいはいって言うんだわ、だけどその現場抜けた瞬間にくちゃくちゃになっちゃうもんで、あなた禁断の火事作っちゃったらって言ってたじゃん、一本目の動画やな俺は。で現場抜けた瞬間にもう現場くちゃくちゃにして、そのひどい状態にしてまうもんで、もうやりっぱなしになっちゃうもんで、結局多分いや何も仕事してないと思うの、いない時は。なので焦ってガーってやるもんで、ね、くちゃくちゃになるじゃん、はい、例えば本当は1日でこれ絶対終わるだろって、朝9時から5時まで、はい、まあ、8時から5時までに終わるだろっていうことをずっとサボっとると、はい、最後の3時間ぐらいでガーってやらないかわけじゃん、はい、そうするともう適当にやるやん、あ、はいはいはい、でくちゃくちゃなことをやるわけよ、はい、でもその子がすごい面倒見とったのよ、いい風に。でお金も払いますって、まあ、僕も一応使ったんですけど、俺は現場もだって出入り禁止食らうかもしれないっていうところまで行っちゃって、もうその子自体も切られちゃうね、一人親方の方は。一人親方って従業員一人使って二人ぐらいの子かな。なんでこんな状態で全員の迷惑かけて、はい、まあ、12万みたいな、そう払ったるけど、はい、まあ俺納得できんね。そうですよね、うん、お金の大きさとかじゃないんですよね、そうそうそう、これ、うん、法律とかそういう問題じゃなくて、はい、まあ、もちろん払う、それはね、俺も損だし、このまま払わんかったら俺がやられてもらうもんね、会社がね、はい、俺がなんかみっともねえことになるもんね、はい、まあ、労務士もあの弁護士も、まあ、もちろん払いなさいよって、はい、ただもう本当にもう納得できない、もう名前さらしちゃおうかなと思うもんな、はい、金貸しみたいにさ、金利取って貸しとったら分かるよ、それが仕事だから、あ、そうですよね、はい、うん、まあ、ビジネスで車預かって、じゃああなたに10万円貸し上げる、その代わり金利 15% 取るよって、はい、そのもしくは車取り上げるよって、そのビジネスでやってる人たちだから、はい、まあ、なら分かるよ、うんうん、まあ、連れに行かれた1万円ぐらい返せやみたいな、釣りやろって、そうですね、もう善意で貸してくれた、そう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 、連れから借り取ってさ、はい、破産が、まあ、債務整理か俺は知らんけど、うん、した時に、まあ、そうじゃん、はい、じゃあ俺もだってそういうことだよ、リリーちゃんがまあ債務整理するとするじゃん、はい、友達に CD 借り取ったと、はい、CD も返さないでね、債務整理したら、はい、その制度なんか なんやねんみたいな、本当に思いましたよ、なんかそういうことだよね、本当にこれ、まあ、携帯でも何でもいいや、はい、友達が善意で貸してくれて、もうええよって言って、お前ね、とりあえず使っとけやって、それから売るとかはいかんぞって、はい、とりあえず携帯ねえんだろって、俺ね使っとけって、うん、貸したやつも返せんのよ、うん、本当になんか、とんでもねえだろ、何してん、何しとんねんって思う、何しとんねんって、本当に浅ましい、正直これ動画も弁護士さんに見てもらいます、うちの、はい、まあ、顧問にも、まあ俺も名前まではしてえわって言ったけど、はい、うん、まあコメント欄に一部名前入っとったわね、何々何々くんね、で それも全部削除しちゃってる、もちろんね、はい、公開されんようにしようし、その子の生活もあるし、はい、まあ、だけど別に俺さ、コメント欄に何書いてもらってもいいけど、ね、働いたやつがどうって言って、働いたやつが可愛いんじゃないの、一生懸命頑張ってる人が可愛いだけで、俺は、うん、まあ、別に、うん、ね、クソ社員でクソ社員だから、もちろん一生懸命やってるって、その今のスキルの高さじゃないからね、うん、足場でもそうじゃん、今新しい子が入ってね、うん、まあ、ちょっとあの金髪は気になんけど、はい、だけど、まあ、一生懸命やってるっていう噂聞きゃ、はい、分からんなりに頑張ってる、俺はそれでいいんだけど、うん、まあ、こんなさ、まあ、ほんと個人みたいなことされてさ、まあ、このお客さんも見る動画だもんね、はい、まあ、それないんじゃないのって言うかもしれんけど、いや、そんなにお客さんからもお金もらえんし、仕事って本当に大変じゃん、はい、みんながコツコツ貯めた1万円2万円なわけよ、はい、利益率、お客さんにもやっぱもう揉まれるわ、はい、ね、そういうね、1万円2万円を残してやったお金を、はい、まあね、貸した俺も悪いかもしれんけど、はい、うん、まあ、ビビったね、いや、そうですね、とんでもないね、本当にもう人間じゃないな、人間のする所業とは思えません、本当にさ、どんな制度やねんって思いますよ、本当に債務整理ってマジで、まあ、マジ破産って、そうそう、そんな制度あるんみたいな、で友達からも本当にそうと、こうやって話がついとったのにもかかわらず、はい、別に俺も何も本人なんか言ってるわけでもないし、はい、車もね、持って帰らして、うん、あなたらね、バッテリーもこっちエンジンかけてね、一生懸命エンジンかけてたら、そうですやったって、お父さんともきちっと話して、はい、まあ、俺は会ってないけどね、はい、まあ、俺も会いたないし、弁護士だからね、だけど、まあ本当に、まあ、気分悪いし、はい、うん、あとは、まあ、視聴者の皆さんがこうやって、まあね、こういう動画見て気分が悪いこともあると思うんだけど、うん、一つは、まあ、こういうことがあったっていう事実と、はい、例えばその会社経営っていうのはね、まあ、うちはまあ会社のことをさらす系 YouTuber じゃん会社のすべてさらす系 YouTuber じゃん、はい、だけど、まあ、一つは俺はいつも思うのは、まあ、リスクはあるけど、やっぱ会社やるってことはその儲かる儲からんももちろん大事だけど、利益が出る点も
やっぱ楽しいことじゃん、こうやって毎日悩みながら、ね、はい、ついさっきまでここで女性社員が寝てましたけど、はい、リリーちゃんがね、今入っていいのみたいな話を空気感をよく出してましたけど、はい、それはいい意味ね、はい、いい泣きだよ。別に俺怒ってないから、怒ってないです。そんなことどうでもいいことだよって言って、そんなことで悩む必要ないよっていうことで泣いたんだよな、はい、そうです、そうです、簡単には、はい、なんて素晴らしい人なんだと思ったんだろう、はい、神だと思いました。神は偽物だけどな。神は偽物だけど神だと思った。はい、神だと思います。心に神がおる、はい、ありがとう。いえいえ、まあそんな感じです。 あとはちょっとまあ告知になりますけど、あの求人マッチングすごいね、今日だけでも十何件来る、うん、で、あと、あ、そう、外壁塗装の全国マッチングっていうのを、4月頭には間に合わせるっていうつもりで今、制作が入ってくれてるけど、めっちゃいいアプリできたね。本当にもう、これ、渾身の一撃かもしれん。マジですか？やばいよ。俺、打ち合わせも全部入って、俺、これ、紙ずっとあったでしょ。ありましたね。これ、もう、渾身の一撃。もともとは前のやつはさ、ちょっとスタッフに任したりしとったんだけど、はい、俺もさ、あの、まあ、それこそあれだよね、レミちゃん。と一緒にやって、はいはい、でそれをさらに絵にして、はい、アプリみたいな感じでグワーッと上にやって、うん、めちゃめちゃ今週の次元外壁塗装とお客さんマッチングで、本当に業界は 10% から 15% が当たり前、本当にまあ 3% から 5% ぐらいでもされてるかなと思って、そのピンハネだよね、いわゆるピンハネがそれだけのコストダウンができるんじゃないかって、もうサイトだけ作って、はい、人間が解散とか人がね、はい、あるとか、なんでまあ紹介マッチングするのも、だってお客さんが10何パー取られるっていうけど、はい、マッチングサイト使っとる人そりゃ手数料かかるのは当たり前ですよ、だったこと、まあその番宣が長いけど、はい、紹介が長いですけど、じゃあチャンネル登録といいね、いいね、よろしく、お前若い、お前信じる、はい、信じる、何今もう一回行くぞ、もう一回行くぞ、アホやろお前絶対。じゃあ最後チャンネル登録でいいねな、最後よろしくお願いします、最後の締めお願いします、はい、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします、お願いします、バイバイ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 、だからダメって言ってんだよお前。すいません。嘘嘘嘘嘘、お前これ使うなよお前。